ルーベン・ジェームズはアメリカ海軍の駆逐艦。クレムソン級駆逐艦の一隻。艦名は第一次バーバリ戦争で活躍したルーベン・ジェームズ小班長にちなむ。ルーベン・ジェームズは第二次世界大戦において最初に沈められたアメリカ海軍艦艇であった。ルーベン・ジェームズは1919 19年4月2日にニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港する。 1919年10月4日に浸水し、1920年9月24日に、艦長ゴードン・ W ・ハインズ中佐の指揮下収益した。収益後は、大西洋艦隊に配属され、1921年から22年まで、地中海で活動した。その後ニューヨークを拠点として、1926年の、初めには、ニカラグア沖合の偵察任務につき、 革命勢力への武器供給を防いだ。1931年1月20日にペンシルベニア州フィラデルフィアで退役するが、1932年3月9日に最終役し、大西洋を及びカリブ海での活動を再開。フルヘンシオ・バティスタによるクーデターの期間中はキューバ海域を偵察した。1934年にカリフォルニア州サンディエゴへ配属され、 空母部隊の評価演習に参加後、1939年1月に大西洋艦隊に復帰した。1939年9月にヨーロッパで第二次世界大戦が始まると、ルーベン・ジェームズは中立パトロールに参加し大西洋、カリブ海での戦乱護衛に従事した。1941年3月にルーベン・ジェームズはイギリス向け物資の保護を目的として設立された。 戦団護衛部隊に加わる。この護衛部隊はアイスランドまでの戦団護衛を行い、アイスランド以降はイギリス海軍の護衛部隊が任務を引き継いだ。アイスランドのクバルフィオルズルを拠点として、ルーベン・ジェームズは1941年10月23日にニューファンドランドのアージェンティア海軍基地から HX156 戦団を護衛するためたの、駆逐艦4隻と共に出航した。 10月31日の5時25分、ルーベン・ジェームズは、ドイツ潜水艦 U-550 により雷撃を受ける。魚雷は、艦前方に命中、弾薬庫が誘爆し艦首が吹き飛んだ。艦首はたちまち沈み、艦後部は5分後に沈んだ。艦長のエドワーズ少佐を含む115名が死亡し、44名が救出された。ウディガスリーは、ルーベン・ジェームズの沈没をもとに、 ザシンキング・オブ・ザ・リューベン・ジェームズを作曲し、同曲は、ピート・シーガーや、その他のアルマナック・シンガーズにより歌われた。ルーベン・ジェームズの艦名は、バックレイ級護衛駆逐艦のマイナス -153、オリバー・ハザード・ペリー級、ミサイル・フリゲートの FFG-57 に、受け継がれた。また、戦死した、エドワーズ艦長の名も、 フレッチャー級駆逐艦の DD-663 に命名されている。ありがとうございます。